グレイとジュビアは大丈夫だ。外傷はひどいが。傷なら私が小さくした。ありがとう、ブランディッシュ。ジュビアの場合、ウェンディのおかげだね。問題は夏の方ね。おい。彼の体の中にある塊。私の魔法が干渉できなくなってる。つまり、私の魔力を大きく超えた何か。あんたの魔法って、大きな島を石ころぐらいに縮めることもできるんでしょ？そんな力でも干渉できないなんて、一体どんな？停止した時の中を動き、殺意をむき出しにする攻撃性。こんなもの、私じゃどうにもできない。そいつは悪魔だ。悪魔としか形容でき。悪魔、END。そんなんじゃない！夏は！お前にそいつの何がわかるのさ。あんたなんかより、よっぽどわかってるわよ。いいや、人は人を知らない。仲間だと思ってたやつでも実は裏がある。ねえ、ランディ。確かに、夏は乱暴で協調性がないけど、裏表のないまっすぐな人だってのは信じてる。惚れてるのよ、あれ。なるほど。違うから！夏は、私がギルドに入ることになったきっかけなんだ。だから。あ、何これ？夏の体から煙が。ナイツ！夏の体の中で、あの塊が何かを。ちょっと、夏！冷たっ。夏、お願い。目を覚まして！ナイツ！夏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 ！どこだここは？あ？誰かいるのか？僕だよ、夏。セレフ。よしなよ。ここは君の心の中だ。わけのわかんねえこと言ってんじゃん。だから僕に実体はない。俺の心の中だ。そう。せめてここにいる間は兄さんと呼んでも構わないよ。誰が？残念だけど、君はもうすぐ死ぬ。だからこうして最後に、君の失われた記憶を埋めに来たんだ。ああ。君が777年に目を覚ます以前の記憶だよ。イグニールと一緒だった。それ以前さ。僕たちは小さな村で平和に暮らしていた。あれが僕たちの父と母だよ。しかしある日、村はドラゴンの襲撃に遭い壊滅してしまった。父も母も、君もこの時命を落とした。でもね、僕は研究を続け、やがて君を蘇らせた。最後の悪魔、END として。ああ、この辺のいきさつは前にも話したね。言葉も文字も覚えようとしない君に手を焼いて、イグニールに相談したこと。僕は君をイグニールの元へ預けた。そしてイグニールは、アクノロギアを倒すために君に滅竜魔法を教えた。同じ理由でガジルはメタリカーナに、スティングはバイスロギアに、ローグはスキアドラムに、ウェンディはグランディーネに育てられた。でもここから先は記憶があやふやなはずだ。
本流の術の影響かな。君はガジルたちに会っているんだ。ガジルとはいつも喧嘩していてね。止めに来るウェンディはいつも泣いていた。いずれあの子もウェンディに会うことになると思うけど、今度は仲良くしてほしいわね。ウェンディと同じ年くらいのスティングとローグは君たちをお兄さんのように慕っていた。俺たちは年に数回親のドラゴンが集まる会合の席に同席していた。スティングって言っても、俺も夏さんもこの時の記憶はないけどな。お前こんなとこで何してんだ。戦いはどうなった。俺は本物のスティングじゃない。夏さんの心が生み出した幻っつうか、まあ記憶の案内役みたいなもんだ。案内役？そう、本物の俺は今頃アルバレス軍と戦ってるよ。セリフはどこだ。ここはナツさんの心の中だぜ。あんたの意識がゼレフを消しただけさ。さっぱり意味がわからん。ついてきなよ。きっと答えにたどり着くから。答え？あんたの体の中にあるものの正体さ。いけない。体温がどんどん低下している。このままでは。夏！ナイツ！夏！どこまで行くんだスティング。ああ、俺はローグだ。うわ、いつの間に。言ったろう、ここはお前の心の中だって。いや、心の中でも急にあんな役変わるなよ。お前がそれだけ注意力散漫なんだろう。お前のそのマフラー、イグニールの鱗でできていると知っていたか。もちろん。イグニールの赤い鱗で作ったマフラーがなぜ白いかは。あ、おー、そういえばそうだな。今まで疑問に思ってなかったんだな。竜鱗は竜の体を離れると色素が薄くなる。なるほどな。しかし重要なのはそこじゃない。色素の薄くなった竜鱗は人間の手でも触れることができるのだ。お前だってまさかイグニールが人間サイズのマフラーを編んだとは思ってないだろう。違ったのか。お前のマフラーを編んでくれたのはアンナという女性だ。忘れているだろうがな。あ、ルーシー。似てるよね、君の友達に。セレフ。アンナはとても優しく面倒見のいい人だった。さあ、君の死が近づいてきた。最後の答えもすぐそこだ。夏！ダメだ、どんどん体温が低下してる。夏しっかり。ルシー、服を脱ぎな。なんで。最後の手段だ。体温で温めるしかない。人のぬくもり、思い、もう奇跡を信じるしか。はい。セレフ。セレフは、俺が、どうす。セレフ。もういいよ、ナイツ。
フを倒したら夏が死ぬ。全然体温が戻らない。頑張って、夏。夏、ねえ、目を覚まして。夏。滅竜魔法を編み出したのはアイリーンさんという人なんだってアンナさんが言ってました。ウェンディ、いつの間に。あ、心の中でいちいち驚くなよ。さっきからみんなしてよ、俺が死にそうな原因を教えてくれるんじゃなかったのかよ。知るかよ、俺はてめえが自分で思い出すための道しるべだ。もうすぐそこですよ、ナツさん。諦めるんじゃない、呼びかけ続けるんだ、心を込めて。その子の命が消えてしまわないように。夏、頑張って。ナイツ、ナイツ、ナイツ。あれ、ウェンディ、ガジル、どこ行っちまったんだ。竜の種、それがお前の体の中にあるものの正体。それはドラゴンスレイヤーが抱える闇。いずれ成長し人を竜化させてしまう。だがわしはその成長を止めてきた。イグニール、もうその種は成長することはないはずだった。イグニールが体の中からいなくなっちまったから。いや、原因はそこではない。お前の中のもう一つの種、悪魔の種とでも呼ぼうか。DND であることの証、その二つの種が融合しようとしておる。それが今のお前の体の中で起きていることだ。それが原因で死ぬのか、俺は。そうだ、お前は死ぬ。俺、死ぬのか。そうだ、竜の種と悪魔の種が混ざることでお前は人として生きていくことはできん。はあ、まだやりたいこといっぱいあったんだけどな。それにゼレフもアクノロギアも倒さなきゃいけねえし。で、何すんだよ、人が落ち込んでる時に。話を最後まで聞かんか。ああ、二つの種が混ざることでお前は死ぬと言ったんだ。混ぜてはいかん、片方を選ぶんだ。選ぶってどうやって。強い意志を持て。自分は何者か。竜か。悪魔か。
僕の作り出した最強の悪魔 END、 君も選択を迫られるだろう。生かすか殺すか選ぶのは君だ。竜か悪魔か。答えは出ているな、夏。つうか、どっちでもねえよ。俺は人間だ。夏ドラグニルだ。なんだ、ちゃんと正解が分かっておるではないか。な。悪魔の力でよみがえり、竜に育てられたお前だが、お前は人間だ。その悩みが二つの種を大きくした。そう、もう進めるな。自分の足で。